両選手それぞれ持ち味の違うこの戦いということになります。1ラウンド10分、2ラウンド5分。さあまずは PK チャート、高坂さん、ジェイソンはパワーが5、はい、一方のマリウスは打撃スタミナがいずれも4。そうですね、はい、まあ、だから攻め続けるというところですよね、打撃で。レディーゴー。76キロの頂点を決めます。さあいざ、おっといきなり来たな、膝を飛ばしてきましたマリウス・ザルムスキー。いずれも腰が強い。これはそうですね、まあ、あの奇襲の攻撃もそうなんですけれども、はい、あの、うん、左からの投げ倒れないですね、腰が強い。すくい投げを見せていったこのジェイソン・ハイムスが、カーッと、ここからもう持ち直した。須藤さん倒れませんよ、倒れないですね、力強いな、片手ついてあの状態でバランス取れないもん、取れないですよね、片足取られてるのに、はい、まあ、いわゆるこの、あ、これどうだ、うまいですね、正面から倒しに行きました。さあ倒しに行ったジェイソン・ハイが上になりました。リトアニア、マリウス・ザルムスキーが下。ダメージはお互い同じぐらいだと思うんですけどね、はい、ジェイソン・ハイも須藤さん、あの準決勝ではやはりこのレスリング仕込みという、そうですね、腰の強さとタックルのうまさがありましたね、はい、あと粘り強いですよね、やはりあの決められなかったっていう強さ、いや本当ですね、足を決められ、諦めない心っていうのも、さらにチョークをかけられ、はい、決して心が折れませんでしたこのジェイソン・ハイです。ザロムスキーもやっぱりあの入場のカツラがね、すごく気になるんですけども、うん、やっぱりああいうなんか、よく分かってないところの強さってありますよね、割とね、須藤さんはそこにね、あのこだわりますね、気になりますね、うん、あそこのカツラは、はい、さあ離れました、ここはどうなるか、あ、フロント、あ、外しましたね、外れました。確かにその分かってないところっていうのはあると思いますよ、うん、自分自身よく分かってないと思うんですよ ね、 そうね、はい、かっこいいとかその分かってないでやってると思うんですけど、客観的に見ないという、だから最初始まって飛び膝とか、ああいうちょっと距離が届いてない感じなのもまたすごく強みで、さあジェイソン・ハイ下か、うん、離れました、蹴りを飛ばしてきたザルムスキー、準決勝で桜井マッハ・ハヤトをノックアウト倒してきましたマリウス・ザルムスキーです。左のハイキック一発で倒して最後はパウンド、拳の雨を降らせました。悔しそうな表情でマッハが見つめています。誰がやってもやりづらいと思いますよザロムスキー選手は。さあどうだ、ちょっと聞いてます、聞いてる、はい、ちょっと聞きましたかね、あとあのジェイソン・ハイはやっぱり2ラウンド、フルラウンド戦いましたからね、なるほど、15分間やってますね、そうですね、はい、判定も2対1というスプリットになりました。まさに当然右のハイキック一発でした。1ラウンド2分22秒、メインキャスターの佐藤龍太さん、はい、開いた口が塞がりませんよ。いやまさにその通りですね、もう目の前ですごい角度でちょっと見ちゃいましたね、でもタロモス選手は本当にわからないですね、本当に、これからもどんどんなんかすごい選手になるのか、はい、すごいな、これはマッハは左のハイでした、そして今度は右のハイでした、ハイで、はあ、ちょっと心配ですね、動けません。のぞみちゃん、はい、何が起きたか。そうですね、一瞬の出来事で、もうびっくりですね、早かったですね、完全にちょっと意識を失ってしまっています。大丈夫かな。いやしかし戦慄のハイキックでした須藤さん、はい、右のストレート打ってるのに一緒にハイを打ってるんですよ、普通あの引き手を戻して、ね、右手を戻してから打つんですけど、はい、右手まだ伸びたままハイやってるんで、これ分かんないですよね、あれめちゃくちゃですよ、順番で言うと左のハイキックだよ、ね、そうですよね、順番の本当に今右やってて、はい、左のハイなんですけど、はい、右のパンチ打ったまま右打ってるんですよ、これ見えないですね、普通ないですね、予測もできないし、動きとしてのそのなんていうんですか、決まった形でもないし、これないですよね、高坂さん、ないね、左打って右打って右の蹴り、世界王者になりました。